逆光になってしまったり、少し暗いところでの撮影だったりで顔が暗くなってしまってる時、 It doesn't look healthy. You should fix it. これを編集で顔の部分だけを明るくする方法を今日はシェアします。まずはイントロ。サルウェブン、ノリです。このチャンネルでは動画撮影や動画編集に関する情報をカナダからお届けしています。今よりちょっといい動画を撮りたい人、編集スキルを上げたい人、ぜひチャンネル登録して一緒に動画制作のスキルを上げていきましょう。 I'll use English time to time in my videos cause I'm in Canada. But you know what? As you watch my videos, you're gonna improve your English. That's great thing of my channel, for sure. 今日は動画撮影した時に顔の明るさが、例えばちょっと暗いシチュエーションで撮ったり、ちょっと露出が足らなかったり、逆光だったりで暗くなってしまってる時、これこのままじゃね、やっぱり良くないですよね。顔が暗いとちょっと不健康そうに見えたりするし、顔の明るさがいい感じに撮れてる動画があったとしたら、そことのバランスも良くないですよね。やっぱりね、動画のクオリティを上げようと思ったら、そういうちょっとしたところも直せるところは絶対直した方がいいし、動画制作をね、仕事でするんだったら、こういうちょっとしたところがね、プロとアマチュアの違いっていうところになっていくんですよ。でもね、その顔の明るさを直すのってそんな難しいことじゃないんで、ちゃんとね、順番通り説明するんで、ぜひ動画の最後まで見て、映像制作のスキルを一緒に上げていきましょうね。今日この動画を撮ろうと思ったのが、昨日アップした動画なんですけど、歯医者さんに行くまでの道をワンウィールでね、こう行ってるところを B ロールでいい感じに撮る、そんな動画をアップしたんですね。で、その中のね、いくつかのシーンが逆光になってるシーンがあったんですけど、そこでね、俺の顔が結構暗く映っちゃってたんですよ。今回はそのシーンをサンプルで使いながら、顔の明るさが暗い時にどうやって明るくしたらいいか、その方法をシェアします。編集に使うソフトウェアが Adobe の Premiere Pro、 Final Cut Pro とか DaVinci でも同じようなことはできると思います。この動画を参考にしてやり方の流れを分かってもらえれば、そんなに難しくないと思いますよ。 Premiere Pro を使ってる人、バッチリちゃんと説明しますね。スマホで動画編集してる人、ごめんなさい、俺が今現状知ってる限りのアプリではね、これできないんですよ。何か見つけた時には必ずシェアしますね。まあでも今回の動画で実際にプレミアプロなんか、そういうソフトウェアでね、どういうことができるかっていうイメージがね、伝わればと思います。先々プレミアプロなんかにアップグレードする時の参考にまたなればなと思います。じゃあ早速プレミアプロの画面を見せながら手順を見せていきましょう。じゃあこれが実際に昨日の逆光になってしまって顔の色がもう暗くなってる映像なんですよね。普通の逆光画じゃないやつと比べるとね、暗いっすよね。ちょっとなんか土色っていうかね、すごい不健康そうなので、この顔の色をちょっと明るくしていきましょう。まず最初にするのが、この下から New Item で Adjustment Layer を足します。 Adjustment Layer ですね、調整レイヤーかな日本語じゃ。そしてこれをクリップの上にドラッグドロップで持ってきます。これをする理由っていうのが、クリップ自体の色の調整っていうのはそれはそれで後でやるんですね。で、このアジャストメントレイヤーでは顔の色の調整だけをやりたいんですよ。なので、アジャストメントレイヤーっていうのを調整レイヤーを上に乗せます。ここまで来たら次は、作業する画面を色の編集ができるこのカラーっていうところ、ここをクリックしてそこでやっていきます。ここにもしカラーっていうのが出てない人は、ウィンドウからワークスペース。その中にカラーってあると思うんで、そこをクリックしてください。で、この右側の画面で色の調整ができるんですね。このエクスポージャーっていうところで画面の明るさを調整できるんですね。でもこれおそらくね、1ぐらいでいいんじゃないのかな。うん、こんなもんでいいと思います。でもね、このままだと周りも明るすぎるんですよね。なのでこれを顔だけになるように今から調整していきます。この再生バーをね、一番左のそのクリップの頭に戻します。で、調整レイヤーはね、
このやりたいクリップ全部に被せといてくださいね。そして左のエフェクトコントロール、もしここに出てない人はこの矢印をクリックしてもらえればその中にエフェクトコントロールっていうのがあると思います。ここにもし出てない人はさっきのねエディティングの編集の画面に戻ってもらえるとその中でエフェクトコントロールっていうのはあると思います。そっちの方が画面が大きいからやりやすいかな。ちょっと編集の画面でやりましょうか。じゃあエディティングに戻ってこんな感じでね少し作業画面を大きくしましょう。はい。そしてエフェクトコントロールを選んでこのペンのマークこれをタップします。そして明るくしたい顔の部分を今からこのペンツールで選んでいきます。めっちゃくちゃ細かくなぞる必要はないけどもある程度はねトレースできるようにしましょう。そしたら次はこのマスクエクスパンションこれを調整してあげるとここでねある程度マスクの幅を変えられるんでなんでね細かくトレースしなくても大丈夫ですよって言ったんですよ。あとはこのマスクフェザーを調整してあげるともっとね自然な感じで境目が境界線がねはっきりしないちょっとぼやかした感じにできるのでこれはおすすめの方法です。ここまで準備できたらいよいよ行きますよ。この再生バーがね一番左に一番頭に来てるのを確認してその後この再生ボタンみたいなやつこれを押します。するとプレミアがこのマスクで選択してるの今顔なんですけどこれをこうコマ送りでねちゃんとこう追っかけてくれるんですよ。めっちゃくちゃ便利な機能なんですよ。でもねやっぱりね完璧じゃないんです。そこをちょっと直していきましょう。じゃあ実際にどういう風になってるか見てみるとこの画面を少し広くしましょうね。よいしょ、こんな感じでいこうかな。これが今実際にプレミアがトレースしてくれた顔の選択範囲なんですね。いい感じだな。最初のとこは前半いい感じっすね。いい感じ、ほとんどずれてないですね。まああんまりねこのシーンでは顔が動いてないからねなおさらなんですけども、でもこの辺かな、この辺で少しずれてますよね、ここがね。そういう時にはねここから先を全部選んであげてこれ消します。トレースしたやつを一回全部、せっかくしてもらったのにねごめんなさいねプレミアさん、でもね全部これ消します。はい。そしてここからここで少しずれてるところをちょっと修正してあげましょう。ちょっとこんな感じの方がいいかな。そしてまた再生ボタンを押します。さあ今度は大丈夫かな、どんな感じかな。はい、じゃあどんな感じになったか見てみましょうか。ね、いい感じにトレースしてますよね。この横を向いた時がね少しずれてるんでこっから先ここをもう一回消しましょう。そしてこのずれたところを戻してあげてそしてもう一度トレース。何回かねこの作業は繰り返さないといけないかもしれないです。特にこう顔が結構動いてる時にはトラッキング綺麗にできてない時があるんでね。さあどうかな、これでトラッキングしてますね。顔が戻ってくるとこまではここまでは良かったけどこの辺でちょっとこのマスクのサイズがちっちゃく
なりすぎてるので、ここをもう一回修正しましょう。またせっかく選んでくれたのを申し訳ないけど消して、こんな感じにマスクの大きさももう一度修正して、また再生。さあどうでしょう、顔が戻ってくる。トレースしてますね、いい感じ。大きさもね、いい感じに調整してくれてます。いいですね、最後まで。あとはもうここまで来たら、この最後は顔が入ってなくていらないので、もうこれ自体消しちゃいましょう。これはいらないんで、画面の外にビューンと外しておきましょう。これをしないとね、この選ばれた部分だけが、顔が画面から外れた後も明るくなっちゃうんでね。さあこれでいい感じになったと思います。ちょっとどんなか見てみましょうね。まず最初に何もない場合ね、ちょっと暗いですよね。これが明るくした場合、でこうやって見るとね、ちょっとここ明るすぎますよね。色が明るすぎたかな。そういう時にはね、ここのエクスポージャー、ここが画面の明るさなんですけど、これを1はやりすぎかも、 0.5、 これぐらいにしましょうか。これでもやらないよりはね、全然違いますよね。ちょっとこれでもう一回見てみましょう。いい感じですね。これが顔の明るさを上げてる場合、そして上げてない場合。これで顔の明るさをちょっと上げて、不健康っぽく見えないような、そんな風に仕上がったと思います。動画にコメントくれてる皆さん、本当いつもありがとうございます。Thank you so, so much. I really appreciate it. プレミアプロ使うのもうやめた。ファイナルカットプロに戻すときっていう動画にコメントをくれたタプタプさん、ありがとうございます。PC を再起動した後、プレミア起動し直したら自動でバックアップが表示されたりしませんか？いやー、これオートセーブのことですよね。プレミアプロの便利な機能で、作業途中でずっとセーブを取ってくれてるんですよね。で、調子悪くなったらそこからまたやり直すっていうこともできるんですけども、今回はね、この方法ダメだったんですよ。結局別にまたプロジェクトを作らないといけなかったんですよ。いやー、もうほんと勘弁してよって感じなんですけどね。まあそう言いながらもね、まだまだプレミア実は使ってるんですけど、プレミア、プレミアのね、やっぱいいとこあるしね、使い慣れてるしね、もうちょっとみんなにプレミアの使い方もシェアしたいなと思うところもあるので、もうちょっとプレミアで頑張っていこうと思います。でもこれ以上トラブルが続いたら、ほんとファイナルカットプロに戻す時かもしんないな。まあその時はまた動画でシェアしますね。このトラブルの後は今のところは大丈夫です。今日の動画みたいに動画制作に関すること、そして毎週日曜日にお届けしてる自分のこの YouTube のチャンネルをどういう風に伸ばそうとしてるかっていう動画、それぞれプレイリストにまとめてるんで、ぜひ他の動画もチェックしていってくださいね。毎週土曜の夜9時にはライブ配信もやってます。みんなとコミュニケーションを取りながら楽しめるようなライブ配信を目指してるので、ぜひ遊びに来てくださいね。さあこの動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。そしてまた明日の動画で会いましょう。 See you tomorrow. Peace out.